慶長大番、十両、後藤の住半七大建上所大番座は、大番中蔵の需要が生じる土に、後藤四郎兵衛家が開設した、組織の通称である。半金座とも呼ばれる。江戸時代初期の頃は、大番座の名称は公式には存在しなかったと、されるが、金座、後藤の五島座三郎家と区別するために、後藤手平が使用していた通称が、 幕末の頃には勘定書の公文書にも使用されるようになった。それ以前の幕府に提出された公文書における名称は、後藤役所、後藤金見役所あるいは、大番役所であった。後藤四郎兵衛家は長勤及び両替屋で使用する、奮闘の鋳造、検査を過食とする御用達し長人であったが、幕府より、大番鋳造の要請があれば、職人を招集して、 後藤屋敷内に不起承を受け大番座を開設した。また、幕府の非常時に備える蓄材である、宝馬金、銀と呼ばれる、奮闘金、銀の鋳造も受け負った。このように大番座は金座及び銀座のような常設のものではなかった。また金座及び銀座は通貨を鋳造するところで、 あったから環状奉行の管轄下にあったが、大番座は環状奉行も関与はしたものの管轄は、主に腰物奉行であり、一般の通貨とは性格をことにする大番の、中造という特殊なご用意へのことであった。大番座というのは、このように、臨時解説のものであったため、後藤家は世間において、大番座後藤よりはむしろ、彫物、後藤の通称が用いられることが多かった。 半金白が、規定品位に調整された。金合金を土で打ち延べして、半金が作成された。工程はほぼ小判製造に順次、仕上がった、半金は、色上げされ、検定極印が打たれた後、最終的に、墨版が行われた。鋳造された大板は掛け目を改められた上で、金箱に収められ封印し、土壌破水家のお金蔵に、上納、収蔵された。 天章大番及び慶長大番は、京都の上京柳原の後藤宗家において中蔵、墨番されたが、明暦大番は、江戸城三の丸、元六大番以降はもっぱら江戸において中蔵された。聖徳五年には、京橋銀座のある新領外町一丁目に屋敷を、廃領して、後藤役所が設けられ、明治維新まで継続した。天章大番及び慶長大番は、 藩金氏らが自宅で延べ金とした、藩金を、ご当役所が検定して、極印及び墨版を行う、手前吹き形式であったが、元禄大盤からは、幕府の指示により、職人らを、大盤座吹き所に集めて、鋳造を行う、直吹き方式となった。明暦大盤鋳造の江戸城の吹き所に集められて、行われた点では、直吹き方式に近い。大盤の吹き替えが行われるたび、 後藤家当主は、朝上下で勘定所に出頭し、勘定奉行宛ての発ッ書に、正式決判を行った。手代、職人らも決判起少文を作成した。鋳造期間中に、職人らには、観察が交付され、職人が、不規所に出入りする際は、値にされた上、後藤手代、勘定集により厳重な身体検査を受けた。小判とは異なり、 大番の両目及び品位を補え称するものは、極印に加えて、重量、五等の隅盤であった。この重量は、金重量といった額面ではなく、軽目重量、すなわち大番の両目十四問目を示すもので、これを、黄金一枚と称した。五番の金一両も元来は軽目一両であるがこれは、純金である、喫水金の両目に基づくものに対し、 大盤は、詐欺を加えた全体の両名重量を表すもので、小盤とは別系統のものであった。後藤家は、豊臣秀吉の頃から、大盤の中造を請け負い、天正十六の墨書きがあり、菱極印のある菱大盤の墨番は三代後藤上心の三男である菱、後藤家の、後藤雄徳のものであるとされる。また天正大盤には、丸極印のものが多く現存しこれは五代。 後藤徳城の墨番であるとされる。徳城は徳川幕府が成立した後の慶長13年から、同17年までに、豊臣秀頼が、京都宝光寺の大仏修復の出費のため、鋳造された、大仏大番の墨番も担当した。徳川家康による、慶長大番の鋳造を請け負い済みを行ったのは、徳城の弟の後藤長則、七代、後藤剣則であった。 明暦の大化後に明暦四年から、江戸城お金倉の小村金銀を吹き直して、鋳造された、明暦大盤の隅盤は九代五等ほど乗りのものであった。元六八年の金銀吹き替えの際、大盤も日々が大幅に落とされ、金座、銀座、大盤座の職人らが、江戸本号霊雲寺近くの大根畑に建てられた、吹き所に集められて、元六金、元六銀と共に、 元禄大番が鋳造された。元禄大番の墨番は10代、後藤連乗り及び11代、後藤通乗りがいった。京宝大番は12代、後藤久しのりの時鋳造が始まり墨番も、ことぶのりのものから存在するが、通用期間が長期に及んだため、13代、後藤のべのり、14代、後藤勝つらのり、15代、後藤誠乗り、16代、 後藤肩乗り、17台、後藤天井に至るまでの隅板が存在する。吹き増し大板である、天保大板は16台、肩上及び17台、天井。最後の万延大板は17台、天井が、隅板を担当した。隅板が剥離した大板は、非にの保証を失い神秘性にも欠けることから、贈答、健常用として、 不適格なものとされるため、後藤役所に持ち込まれて再墨判を受ける、習わしであった。また色の悪いものは、色上げも行われた。文六四年、秀吉により定められた、半賃は、銀一文目であり、これは、墨番再極めに対する料金であった。徳川幕府では、半賃は、銀三文目五分と定められたが、天保大盤の頃には、金一文となった。また、 大番中造そのものの大番座の受け取る入用は、慶長3年に1枚につき金1両と定められた。元禄王番及び強宝大番では、銀9問目とされた。天保大番では1両1分に引き上げられ、万、ま、円大番では3分3種であったが他に手当が、支給された。ありがとうございます。